せ。ウドリは2時間ばかり歩いて停車場へ来ました。それから切符を買ってイーハトーブ行きの汽車に乗りました。汽車はいくつもの沼畑をどん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 後ろへ送りながら、もう一散に走りました。その向こうにはたくさんの黒い森が次から次と形を変えて、やっぱり後ろの方へ残されていくのでした。ウドリはいろいろな思いで胸がいっぱいでした。早くイハトーブの詩について、あの親切な本を書いたクーボーという人に会い、できるなら働きながら勉強して、みんながあんなにつらい思いをしないで沼畑を作れるよ、また火山の灰だの日照りだの寒さだのを除く工夫をしたいと思うと、汽車さえまどろこくってたまらないくらいでした。汽車はその日の昼過ぎイーハトーブの市に着きました。停車場を一足出ますと、地面の底から何かのんのん湧くような響きや、どんよりとした暗い空気、行ったり来たりするたくさんの自動車に、ウドリはしばらくぼーっとして突っ立ってしまいました。やっと気を取り直して、そこらの人に空母博士の学校へ行く道を尋ねました。すると誰へ聞いても、みんなウドリのあまり真面目な顔を見て吹き出しそうにしながら、そんな学校は知らんねとか、もう五六丁行って聞いてみなとか言うのでした。そしてウドリがやっと学校を探し当てたのは、もう夕方近くでした。その大きな壊れかかった白い建物の2階で、誰か大きな声で喋っていました。こんにちは。ウドリは高く叫びました。誰も出てきませんでした。こんにちは。ウドリはあらん限り高く叫びました。すると、すぐ頭の上の2階の窓から大きな灰色の頭が出て、メガネが2つギラリと光りました。それから、今授業中だよ、やかましいやつだ、用があるなら入ってこいと怒鳴りつけて、すぐ顔を引っ込めますと、中では大勢でどっと笑い、その人は構わずまた何か大声で喋っています。ウドリはそこで思い切ってなるべく足音を立てないように2階に上がっていきますと、階段の突き当たりの戸が開いていて、実に大きな教室がウドリの真正面に現れました。中にはさまざまな服装をした学生がぎっしりです。向こうは大きな黒い壁になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきの背の高いメガネをかけた人が大きな櫓の形の模型を
あちこち指さしながら、さっきのままの高い声でみんなに説明しておりました。ウドリはそれを一目見ると、ああこれは先生の本に書いてあった歴史の歴史ということの模型だなと思いました。先生は笑いながら一つの取っ手を回しました。模型はガチッとなって、機体な船のような形になりました。またガチッと取っ手を回すと、模型は今度は大きなムカデのような形に変わりました。みんなはしきりに首を傾けて、どうもわからんというふうにしていましたが、ウドリにはただ面白かったのです。そこでこういう図ができる。先生は黒い壁へ別の込み入った図をどんどん描きました。左手にもチョークを持ってさっさっと描きました。学生たちもみんな一生懸命その真似をしました。ウドリも懐から今まで沼畑で持っていた汚い手帳を出して図を描き取りました。先生はもう描いてしまって、段の上にまっすぐに立ってじろじろ学生たちの席を見回しています。ウドリも描いてしまって、その図を縦横から見ていますと、ウドリの隣で一人の学生がとあくびをしました。ウドリはそっと聞きました。ね、この先生はなんて言うんですか。すると学生はバカにしたように鼻で笑いながら答えました。空房大博士さ、お前知らなかったのかい。それからじろじろウドリの様子を見ながら、はじめからこの図なんか描けるもんか、僕でさえ同じ講義をもう6年も聞いているんだと言って、自分のノートを懐へしまってしまいました。その時教室にパッと電灯がつきました。もう夕方だったのです。大博士が向こうで言いました。今や夕べは遥かに来たり、石膏もまた全科を終えた。諸君のうちの希望者はけだしいつもの礼により、そのノートは拙者に示し、さらに数個の指紋を受けて所属を決すべきである。学生たちはわっと叫んで、みんなバタバタノートを閉じました。それからそのまま帰ってしまうものが大部分でしたが、5、60人は一列になって大博士の前を通りながらノートを開いて見せるのでした。すると大博士はそれをちょっと見て、一言か二言質問をして、それからチョークで襟へゴーとか再来とか踏んでとか書くのでした。学生はその間いかにも心配そうに首を縮めているのでしたが、それからそっと肩をすぼめて廊下まで出て、友達にその印を読んでもらって喜んだりしょげたりするのでした。
試験が済んで、いよいようどり一人になりました。うどりがその小さな汚い手帳を出したとき、空母大博士は大きな首をやりながら、かがんで目をぐっと手帳につけるようにしましたので、手帳は危なく大博士に吸い込まれそうになりました。ところが大博士はうまそうにコクッと一つ息をして、よろしい、この図は非常に正しくできている、その他のところはなんだ、はは、馬畑の肥やしのことに馬の食べ物のことかね。では問題に答えなさい。工場の煙突から出る煙にはどういう色の種類があるか。うどりは思わず大声に答えました。黒、かつ、き、はい、白、無色、それからこれらの混合です。大博士は笑いました。無色の煙は大変いい、形について言いたまえ。無風で煙が相当あれば縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は棒は雲まで登っていって、そこから横に広がります。風のある日は棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従います。波やいくつも切れになるのは風のためにもよりますが、一つは煙や煙突の持つ癖のためです。あまり煙の少ない時はコルク抜きの形にもなり、煙も重いガスが混じれば煙突の口から房になって、一方ないし四方に落ちることもあります。大博士はまた笑いました。よろしい、君はどういう仕事をしているのか。仕事を見つけに来たんです。面白い仕事がある。名刺をあげるからそこへすぐ行きなさい。博士は名刺を取り出して何かスルスル書き込んでうどりにくれました。うどりはお辞儀をして戸口を出て行こうとしますと、大博士はちょっと目で答えて、なんだ、ゴミを焼いてるのかなと低くつぶやきながら、テーブルの上にあったカバンにチョークのかけらやハンケチや本や、みんな一緒に投げ込んで小脇に抱え、さっき顔を出した窓からぷいっと外へ飛び出しました。びっくりしてうどりが窓へ駆け寄ってみますと、いつか大博士はおもちゃのような小さな飛行船に乗って、自分でハンドルを取りながら、もう薄青いもやの込めた町の上をまっすぐに向こうへ飛んでいるのでした。うどりがいよいよ呆れて見ていますと、間もなく大博士は向こうの大きな灰色の建物の平屋根について、船を何か鍵のようなものにつなぐと、そのままポロッと建物の中へ入って見えなくなってしまいました。